中華とワインなんて合わせたことないよっていう人ね、絶対ね、まずは試してみた方がいいです。もうこんなぐらいでいいんじゃないのかな？やば！今きっと鼻の穴広がった。毎度ワイン三昧竹前です。今回は家庭で作れる本格的な麻婆豆腐とともにワインを合わせていきたいと思います。イエーイ！はい、皆さん中華っていうとビールとかハイボール、紹興酒といったお酒が真っ先に浮かぶっていう方がね多いと思うんだけど、ワインもめちゃめちゃ合うんです。はい、ワインはスパークリングワイン、赤白ロゼってね、いろいろあるけれども、中でもねロゼワインと最高のマリアージュができるので、今回はねその家庭で作れる本格的な麻婆豆腐を私が実際に作ってみて、こちらのロゼワインじゃじゃーんと合わせていきたいと思います。で、ちなみにこちらのロゼはシャトーデスクランロックエンジェルと言いまして、フランスプロヴァンス地方のロゼなんだけど、あの人気ワイン漫画神の雫マリアージュでも実際に麻婆豆腐とのペアリングで登場したワインなんですよ。普段ね、私ワインも好きだけどビールもマジで超大好きなんですよ。でもこれに関しては本当にロゼを合わせないともったいない。私は今まで人生ね、損してましたよ。合わせてなくって。はい。中華とワインなんて合わせたことないよっていう人ね、絶対ね、まずは試してみた方がいいです。で、ちなみに以前ね、視聴者の方に、私がね、料理を作るイメージがないって言ってた方がいるんですけど、私ね、実はめちゃくちゃ料理するんですよ。はい、見て、エプロンしてます。で、エプロンだからどうってわけじゃないと思うんだけど、よくね、友達を家に呼んでは、勝手にいろいろな料理を振る舞って、適当にね、ワイン合わせてるわけなんですよね。で、今回の麻婆豆腐は、私の周りの方からも大絶賛いただいたものだし、特にね難しい工程もないので、ぜひご自宅で麻婆豆腐作る時の参考にしていただければなと思ってます。では早速材料紹介からいくよ。はい、では材料紹介です。まず豚ひき肉 100g、 あとニンニクは2かけしっかり用意しました。で、長ネギは1/2本、豆腐1丁、絹で用意してます。あとは豆板醤、甜麺醤、これは必須ですね。次にレイパー小さじ1弱、あとはラー油、辛さ足していきます。で、酒大さじ1と、まあ醤油小さじ1、まあ後でやっていくんですけども、はい、私こういう瓶に移し替えてますっていうどうでもいい視野でした。で、あとは好みね、私大好きなんですけど、山椒を使います。では早速切っていきます。ではここからはニンニクを切っていきたいと思います。まず私はですね、半分にしてニンニクの芽を取っておきます。こうやってすくう感じで、カメラチェックしながらと思って、やりにくい、うまくできなかった。で、ニンニクはもう適当に粗みじん切りしていきます。はい、入れておきます。ニンニクって美味しいですよね。なんかたまに餃子でさ、ニンニクありなしとか選べるけど、ニンニクなしとか考えられないもんね。絶対ニンニクあった方が美味しいから、今回は多めにしっかりとニンニク2つご用意しました。じゃあ、はい、続いて長ネギ。はい、長ネギはですね、最初にこういう風になんか線を入れていくかな、みじん切りするときは。そうすると一気に楽になります。まだね、ここ切り落としてないんですよ。切り落とす前にこうやって刃を入れていくとやりやすいんじゃないかな。はい、切るでしょ。ここは使えません。料理はある程度の雑さが必要だと思うんですよね。うん、私はプロではないので、やっぱこうね、主婦の方とかも時間との効率のね、戦いだと思うんで。はい、こんな感じでしょ。あと最後の方はどうしても輪切りになっちゃうんで、それはしょうがないですね。まあ1/2本だけど、ネギ好きな人1本入れてもいいかもねって思いますけどね。はい、ネギもよそっていきます。はい、続きまして肉味噌を作っていきます。まず、はい、サラダ油を、まあ、大さじ1弱かな。結構お肉からも油出るんですよね。こんな感じでいきましょう。まずね、フライパンを温めます。今中火ぐらいですかね。で、温まったフライパンにひき肉イン。
で、これは最初平べったくね、まんべんなくこう広げていきます。いきなりかき混ぜるんじゃなくって、ちょっとこう焼き目、焦げ目みたいなのをつけると香ばしさが増して美味しくなるので、この状態ね、しばらく辛抱しておきます。で、この焦げ目がね、香ばしい麻婆豆腐の秘訣なので、焦げ目がついてきたなってあたりで動かし始めます。で、ほら、お肉からの油すごいですね。皆さん、油飛ぶんで気をつけてくださいね。あ、ちょっとずつついてきたんじゃない、こう焼き目というか。あ、ほらほら、この辺とか、この辺いい色ですね。あ、こことかもいいんじゃない、ほら、こんな感じ。はい、じゃあ焼き目がついてきたところで、次はニンニクをインします。インする前に弱めから中火にしますね。あー、ニンニクイン。こうイタリアンとかだと、そのニンニクを先にね、こうオリーブオイルで炒めてって感じだと思うんですけど、ニンニク焦げちゃうから後インです。後に入れてきます。あと火が強すぎるとニンニク焦げちゃうので、それも注意してください。さあ、ここからは手際よくいきますよ。まずは豆板醤大さじ1入れてきます。こういうタイミングでなくなりますよね。で、入れるポイントは甜麺醤じゃなくて豆板醤からがいいです。なんでかっていうと、甜麺醤は甘いから焦げやすいんですよね。焦げつきやすいから豆板醤からなじませていきます。だとさ、やっぱむずいね、手際がね。見せながらとか、ちょっと一回私火止めました。すいません。なんかちょい焦げた。普段焦がさない。はい、次、甜麺醤大さじ1入れまーす。はい。皆さん、甜麺醤入れるとほんと焦げやすくなるから気をつけてくださいね。お肉がコロコロになってきた。はーい。普段はね、もうね、こういうね、大さじとかも測らずに、ペーってやっちゃうね。ペーって。だから、時間がね、かかんないんだけど、ちゃんと測ると時間かかるよね。その間に焦げちゃうから、今余熱で温めちゃいました。続きまして、ラー油、小さじ2。これ、まあ、大さじカップなんで、3分の2ぐらいか。こういう、やり方で。そんぐらいでいいかな。はーい、入れていきまーす。ちょっと火入れ直そう。はーい。もう肉味噌ができてきました。こうやって混ざったところで、一回この肉味噌は冷ましておきたいと思います。続きまして、豆腐をね、一回ここで茹でるんですけれども、その前に豆腐をさいの目切りに切りたいと思います。ここだけはね、私下手くそなんです、すいませんね。細かくいきますね。はい、これをインします。はい、これで2分ぐらい温めますね。で、はい、顔アップ。なんで豆腐を最初に茹でるかっていうと、豆腐からこう水分が出て歯ごたえが良くなるし、あと煮崩れもね、しにくくなるので、2分ぐらいこのまま放置していきたいと思います。はーい、2分経ったので1回止めます。お肉に豆腐をインしていきたいと思います。そのままダイレクトインしていきますよ。ほい。あ、今ほら、プルっていった、プルって。さっきまでのふにゃふにゃとは別人の豆腐に生まれ変わりました。まあ、混ぜてる時にどうしてもここからまた崩れていっちゃうんだけどね。では再び火にかけていきたいと思います。最初は強火で大丈夫です。で、水 200cc 入れます。全体が沸くまではこのままにしていきたいと思います。なんかもうできそうじゃない。美味しそう。美味しそうってこの時点では早いか。はい、放置します。沸いてきたので、ここからは味付けをしていきたいと思います。まずレイパー、これ大事ですからね。小さじ1。ごめん、で、ここで刻んだネギを入れていきます。麻婆豆腐作るのはね、すっごい熱くなる。めっちゃ熱い。気合が必要だね。もうロゼ飲みたいもん。今日は飲みながらは作れませんが。はい。で、味を整えていきまーす。まずは、お醤油小さじ半。これ大さじなんで、こんぐらいですかね。はい。入れて、次は、お酒。風味付けしてきます。大さじ1です。弱火にします。
あとはここでね、黒胡椒も足してきます。粗いやつじゃなくていいですよ、普通ので。はい。次は、水溶き片栗粉大さじ1に、水大さじ2ですね。これを溶かしてから、入れます。はい。で、ここからは火にかけ続けることが大事ですからね。いい感じじゃないの。熱そう。汗がやばい。お、もうこんなぐらいでいいんじゃないのかな。味見、味見。雑に味見します。うん、うまはい。熱い熱い、超熱い。今火を止めました。ではここからお皿に移していきたいと思います。お皿、これあとちょっとずつ回っちゃう。すごいね、お豆腐をさ、お湯でちゃんと茹でたからこそ豆腐が全然型崩れしてない。囲いました。湯気の感じわかるかな。で、ここにですね、ネギ2分の1本じゃないですか。余ってる緑の方、青ネギの方を上にトッピングしてあげます。お酒飲んでないのに顔が赤い。もうここからは好みの問題になるんですけど、私山椒大好きなんですよ。なんかついてるし、豆腐がついてる。よし、私山椒大好きなんですね。なんで山椒めっちゃ振る。ちょっとかけすぎちゃった。こんぐらいかけちゃいました。ということで、ロゼと合わせていきたいと思います。はーい、完成しました。ロゼに合わせてお皿もピンクにしました。じゃ早速ね、このロゼを開けていきたいと思います。で、こちらのワインはですね、シャトームートンロートシルトのあのバロンフィリップドロスチャイルド社で20年間勤めてた方も携わってワイン作りを行い始めたということで、もう革新的なロゼって言われてるんだよね。ロゼのブームを巻き起こした発端のワインと言っても過言ではないです。で、日本だとあんまりロゼのワインって売られてないけど、フランスのスーパーとかだともうロゼだけで棚がバーンってあったりするのよ。だからね、日本人にもね、もっとね、ロゼを飲んでもらいたい、私は。で、MW ことマスターオブワインのジャンシス・ロビンソンもこのワインを絶賛しております。ブドウはグルナッシュ主体ですね。で、あとはベルメンティーノとかも入ってますね。では早速、やっぱね、あの、我々ワインの YouTube なんで先にワインからいただきたいと思います。乾杯。すごい綺麗じゃない。うーん、美味しい。あのね、ミネラル感がすごい伝わって、うん、すごいライトなラズベリーとか、え、本当にね、なんかロゼって甘いやつとかもあるんだけど、これはね、酸がしっかりしていて、とても気品あふれるロゼだと思ってます。で、中華とロゼが合うって言っても、まあ、東西南北いろんなね、中華の中でも味付けが違うから、一応揚げ物とかヘビーなものにはルビー色をしたロゼ、これはちょっとサーモンっぽいけどね。で、まあ、魚介類とかそういうものには色味が全体的に薄いロゼが合うと言われてるけど、まあ、そんなん関係なくね、自分の飲みたいワインと中華を合わせればいいと思う。で、早く食べるよって感じですよね。はい、いただきたいと思います。ではすいません、いただきます。うん、美味しい。私何回も麻婆豆腐、まあ、作ったことあったけど、撮影用に練習したんですよ。でもやっぱ撮影ってなると、これも映さないといけない、あれも映さないといけないってやってるうちに、まあ早い話、いつもよりお肉がコロコロになったんですね。でも、だからこそ、歯ごたえがすごい、お豆腐とお肉の歯ごたえの差、コントラストっていうのも楽しめるし、うん、あとなんか旨味だね。旨味が凝縮されている、私のこの麻婆豆腐。皆さん参考にしてください。うん、合わせたいと思います。やば、
もうきっと鼻の穴広がった。合わせることによって果実の分厚さ厚みっていうのがすごい感じるようになりましたし、特に私山椒たくさんかけてしまったわけだけど、その辛い口の中ピリピリってしてるのをさーって流してくれる。でなんか中華とワインが合わないっていうのはよく赤ワインとかだとさ、その常温で飲まれることが多いじゃない。常温とは言わないかもしれないけど、まあ、結構冷たくないよね。でそういうものと中華っていうのはやっぱこう中華辛いから冷たいの飲みたくなるっていう心理があると思っていて、それには合わないなっていうのはある。で白だとちょっとさっぱりすぎちゃうから、中華のこのたくさんの香辛料スパイスとか甘みとかに負けちゃう。その点ロゼっていうのは冷やして飲むと美味しいし、なんていうの、もう最高なんですよ。こんな感じでいいのかな。うん、で神の雫の中ではビートルズのジョン・レノンとポール・マッカートニーにこのワインが例えられてますね。このワインというか麻婆豆腐との組み合わせ、全く違う個性がもう奇跡のようにこう出会ったみたいなことを表現してますね。いやこれめっちゃ美味しいわ。はい、ちなみにお値段はですね4000円ぐらいですかね。うん、だから買えない価格ではないと思うので、ぜひ皆さん試してもらいたいと思います。でワイン単体で飲むのと麻婆豆腐と合わせてどっちが美味しいか教えてほしい。いや私はね麻婆豆腐に合わせた方が好き。え、なんで味変わるの？味全然違う。やっぱね結構そのままで飲むとタイトなんだよね。だからその海辺とかで冷やして飲みたいぜって感じなんだけど、麻婆豆腐と合わせることによって一気に食中酒として寄り添う。そう、麻婆豆腐私引き立てに来ましたみたいな感じになる。なるほどね。飲みたいよね。今日私一人撮影してるからあれだけど、これはむちゃくちゃ美味しいです。ビールとロゼだったらどっち合わせたい？こんなロゼだったら本当にロゼ、ビールじゃない。ビールはしまっておこうって思う。最高です。いいね。はい、あと片栗粉さっき一気に入れちゃったんだけど、本当はねもっとちょっとずつでいいのよ。そうじゃなくてダマになっちゃうから、さっきね一気にバーってかけた後に、あやばいちょっとずつだったって思い出したんだけど、お肉固まりかけてたんで本当にちょっとずつさーって一回でかけなくてもいいかもね。うん、ぜひ皆さん麻婆豆腐とロゼ合わせてみてください。はい、では突然ですがここでクイズです。はい、今回の企画をやるにあたって、まあ、事前に練習して合わせたロゼがあるんですけど、そのロゼはね2000円以下のすごい買いやすい価格だったんですけど、それもまためちゃくちゃあったんですよ、麻婆豆腐に。はい、それは一体どこの何のロゼでしょうか。はい、で答えは概要欄の URL かこちら画面 QR コードから LINE を登録してください。そうすると答えが届きます。で他にも LINE ではね限定動画だったりとか、あとワイン会の告知とかも LINE の皆様に流しておりますので、登録して損は絶対にないです。本当にワイン会はねコスパ良しなので。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。